こんにちは、柏の今日のインテリアを始めさせていただきます今日はちょっとね、古い記事なんですけど、やっぱりこれは今聞いたもすごい記事だなと思いましたんで、えー、ちょっと紹介しようかなと思うのは1個。あとはプーチンの亡命先ですね。どうもここなんじゃないかっていう話が出てるんで、えー、まあちょっとこれを紹介することにします。まずね、習近平は天才である。こういう手でをね、ちょっと証明したいなとこう思うんですね。天才といっても、 必ずしも才能の才じゃないですよね。こんなこと言ったら <laughs> 怒られるかもしれないけど、これはやっぱ天才としか言いようがないだろうと。そう本当に作ると思いますね。まあ、えー、ちょっと読み上げてみますね。ちょっと前のニュースなんですよ、えー。2019年の12月26日って、まあ今から3年か4年ぐらい前の記事ですね。でもこれを聞いて、 これを改めて見てちょっとあんまりびっくりしたんでちょっとお伝えすることにしましたじゃあこれデイリーメールかなこれからお伝えしますね中国は国内の宗教団体が取り締まられる中で聖書とコーランを社会主義の価値観を反映させるために書き換える予定であることが報告書によって明らかになった聖書とコーランを書き換えるんだそうですよすごいなぁやっぱ天才ですよね 党の公開によれば新しい藩には共産党の信念に反するいかなる内容も含まれてはならないとのことですと、えー、検閲によって間違っていると判断された箇所は修正されるか再翻訳されることになると聖書と高羅について特に言及されていないが党は時代の進歩に適応しない内容を対象とした既存の宗教的古典の包括的強化を求めたと。 統括する中国人民政治協商会議全国委員会の民族宗教問題委員会が十一月、まあこれえー、2019年の、ね、11月こというすね2019年の11月とこういうことですねこれに開催した会議で下された新華社通信によると先月行われた会議には共産党中央委員会の専門家信者、えー、各宗教の代表者16人が出席したと。 会議は、えー、中国人民,、えー、人民政治協商会議主席の、えー、王洋氏が監修した。まあ、王洋はまだね、現役でしたからね、この頃ね。えー、王氏は、えー、宗教当局は、習主席の指示に従い、えー、社会主義の革新的価値と時代の要求に従って、異なる宗教の思想を解釈しなければならないと強調した。と、フランスの新聞、ルフィガラは報じたと。 えー、王,子の王記者関係者に対して中国の特色ある宗教制度 <laughs> 中国風のキリスト教徒が中国風のイスラム教徒こういうことなんでしょうねえーえー、っとこれを構築するように促したと、えー、関係者は王子の指示に同意し、えー、使命は、えー、歴史の選択であると付け替えと彼はまた彼らはまた宗教書を再評価することで極端な思想や、えー、異端的な思想が 国を侵食することを防ぐことができると主張した11月の会合は中国がその宗教政策に対する世界的な批判に直面する中で行われたアムネスティ・インターナショナルの中国研究員であるパトリック・プーン氏は本日メールオンラインにこう語った検閲計画は 中国政府がいかに捜査的,的,的であるかを示しており、えー、毅然的に特定の宗教が中国で活動することを許可しているが、中国政府が許可する内容だけは厳格であると。多くの点で、聖書やコーランの検閲を含む中国政府の管理は、これらは宗教文書の協議、引いては宗教を歪めている。本物の信教の自由はない人し、それはそうですよね、えー。リークされた文書のスキャッシュは、えー、中国政府が えー、西部の新疆ウイグル自治区でイスラム教徒の人々を強化するための再教育センターのシステムをどのように運営するかを示しているとこの文書には拘置、えー、所の運営に関するガイドラインや人々を標的にしたテクノロジーの使用方法に関する指示が含まれており新疆、えー、の収容所は、えー、北京が主張しているように、えー、自発的な職業訓練のためのものではないことが明らかになった。 国連の専門家や活動家は、少なくとも100万人のウイグル族や、その他のイスラム教徒が、この地域の収容所に拘束されていると主張していると。えー、元収容者は、これらの収容所では、イスラム教徒が豚肉を食べ、<laughs> で、えー、っと、標準語を話すことを強制されていると主張している。まあ、どっかの国はですね、この前トルコの地震の後に、豚肉を食ったっていうね、まあ、隣の国なんですけどね、と言われていますね、明かに、ね。いやもうむちゃくちゃですよね、本当にやることがね。 当初はその存在を否定していた中国ですが、マンダリンや中国に仕事のスキルを教えることで、過激化を防ぐことを目的とした職業教育センターを新疆ウイグル自治区に開設したことを認めたと。マンダリンというのは、あれですよね、北京語ですよね。全国標準語としてはね。で、えーまあ、ううで米国のマイク・ポンペオ国務長官は、まあ、この頃はトランプ政権ですかねトラ、えーと、ポンペオ国務長官は11月流出した文書について、 中国当局がイスラム教徒やその他の少数民族に対して大規模かつ組織的な弾圧を行っていることを証明したと述べた。まあそれはそうですよね。中国外務省は依然として否定的で江蘇、えー、報道官は月曜日一部のメディアが中国の新疆におけるテロ対策と反過激派の取り組みを中傷していると非難したと。 ロンドンの中国大使館はそのような文書の存在を否定しメモを公開したパートナーの一つであるガーディアー氏にまあでも聖書を書をき換えるるっっててどううやってやるんでしょうかねだからやっぱりますますねあ,のあれですよね「ジョージ・オーエル」の世界ですよねこんなね「聖書」とか「聖典」聖聖典もね全部書き換えちゃうんだって言ったらもうこれはもうある意味ね「オーエル」的な世界の究極ですよね。 すごい1984年だから、ね、2024年と、そんな感じなんでしょうかね。すごい世の中になりましたね。だからやっぱり、あの、何ですか、続行がないんですよね、こういうに関してね。こういう具合に書き換えられましたとかね。あったら知りたいなと思うんですが、もしご存知の方が入れたら、ちょっとコメントいただけ,いいただければな、と思います。まあね、でもね、聖書を書き換えるんでしょ。これ,これ以上のね、傲慢はないですよね、人間としてね。 聖書の解釈がすごく歴史的に考えてみたらね問題になるっていうことはこれまでありましたでその都度ねなどうなったかっていうと原点に戻るっていうことが常に意識されてきたんですよね。それがカトリックとプロテスタントの争いでもあったわけですよだから、ね、やっぱりここら辺がねやっぱり中国が大国にならない、まあ、中ぐらいの国で留まる原因なのかなとこう思ったりしますまあでもひどいもんなひどい話ですよね聖書を書き換えるって。 書書書きき換換ええのの聖書をちょっとと見てみたいですねねどう書き換えのかとか、ね、最後にね習近平主席は絶対し従うことするとか書いてあるんでしょうかねなんかバカみたいですねなんかねそんな聖書を誰が読みたいんやというそういう気がしますからねまあほんであのあれですよプーチンの亡命先ですよこれがね出たんですよねちょっといきますね、えー、ちょっとこれはねこれも出入り見えるからこれからですけどウラジミール・プーチンは政権を追われた場合に備えて中国の習近平主席と 身のの安全をを保障すするる交渉を行ったとウウククラライイナナは考えていでねこの情報は、ね、だからちょっと悪り引,引いて考える必要がありますからねつまり中国はプーチンを海外に送り出し、えー、侵,略侵略時に犯した戦争犯罪の罪で裁判にかけることはないだろうということだと、えー、習近平は先週モスクワを訪れ先制的なロシアの指導者と会談し2人は友好を公言しより緊密な関係を約束したが プーチン軍はウクライナでの特別軍事作戦と呼ばれるもので成果を上げるのに苦労し続けている結局あのあれですよねあの最後大攻勢だって言ってましたバフムードとかあそこら辺の構勢も全然あけませんでしたしかしこの会談は米国英国ドイツその他の NATO の同盟国といった西側諸国がウクライナを支援するために中国がプーチンに支援を提供するものと、えー、広く受け止められているとまたウクライナ侵攻後 モスクワ経済に課された西側諸国の制裁からロシアを救済した北京がこの会談を習近平がこの関係でより大きな力を持つことを示したと解釈するアナリストもいると現在ウクライナのある大臣顧問によると首脳会談中の話題の一つはプーチンが権力を失った場合のナの安全を巡るものだったと考えられているそうだとウクライナ内務省の顧問アントン・ギラシチェンコ氏は先週行われたプーチンと習近平の会談では これが主な主な交渉テーマの一つだったようだと本日注意としたとプーチンが退陣した場合ゲラシエコが、ね、ゲラシエコ死によればこの取引によりロシアの指導者は中国に逃れ非追放協定が結ばれることになるというこの取引の報告はプーチンが今月初めウクライナの子どもたちをロシアをロシアに不法に追放した罪で国際刑事裁判所から追起訴された後に行われたものだと。 まあかでですからねこれでプーチンはねね立派ねでプーチンと習近平の同じ交渉事項の一つはプーチンが権力を失った場合の身の安全の保障中国でのシェルターの可能性、えー、国際法廷への引き渡し禁止であったと思われるととゲ、えー、ラシチェンコは書いているとロシアでは言論の自由を奪う、えー、強,制強権的な法律があるため公に反対意見を述べることはまれだがプーチンのリーダーシップに対する不満は報告されていると。 ウクライナでのロシアの壮大な軍事的失敗は特に国内の強硬な,強硬な、えー、戦争推進派の間で反対の声が上がるきっかけとなった彼らの怒りは失敗したロシアの将軍たちに向けられる傾向があるがワグナーの、えー、プリコジンやチェチェンの独裁者カゼロフなどが、えー、他の軍事同社も、えー、戦争の進展に対する不満をより強く口にしている。それはそうでしょうね プーチンのウクライナ戦争が下降戦をたどりロシアのエリートたちの不満も沸点に達すればクレムリンの内通者やヒオリミ主義者の野党が反乱を起こすかもしれないそうなればプーチンは究極の権威,から権威の差から引きずり下ろされることになるかもしれないプーチンは、えー、っとゴルバチョフやフルチョフ以前の大統領のように えと政治的意思と影響力によって先制君主を剥奪中散奪しようとする組織的な陰謀はおそらくロシアの公式,的権公式権力行動の内部から生まれるだろうと。こ、ま、こ、あ、これはロシアのい、まあまあ、だとこういうことううですよね万が一プーチンが退陣して逃亡できた場合国内での衝突を避けるために海外に逃亡することを考えるだろうと。 習近平とのこのような取引は中国をプーチンにとって理想的な目的とするものであるとゲラシャンコのツイートからは習近平がそのような取引で何を得るかは明らかではなくプーチンが習近平に何を見返りに提供したのかも推測されていないプーチンが権力を失えば北京自身が北京自身の世界構想に役立たずと満なされお尋ね物とされる可能性が高い ICC は今月初めプーチンをウクライナから数百人の子どもを不法に国外追放したというあウクライナから国外追放したとことねえー、したという戦争犯罪で告発する逮捕状を発行したとプーチンが個人の刑事責任を負うと信じるに至る、えー、合理的な根拠があるとしたと、えー、ロシア当局は1999年末からロシアの最高指導者であるプーチンを逮捕しようとする試みは 世界最大の核保有国に対する宣戦布告に等しいと警告しているあそれはそうでしょうね今月初め逮捕状が発行されたとある専門家は ICC の告発がプーチンの権力からの排除を早める可能性があると指摘したセルビアのミ,シュミルショビッチ元大統領の裁判で元、えー、主任、えー、警察官を務めたジェフリー・ニース卿は ICC がプーチンに逮捕状を発行したことは極めて重要だと述べたと。 彼はプーチンが犯罪者のレッテルを貼られ扱、えー、われることで政権交代を鼓舞したり政交代へのプロセスを促す可能性があると示唆したプーチンの指導力に不満を持つ人々がいることを示すのに十分な情報が漏れているとジェフリー卿は金曜日にスカイニュースに述べたとこの男は今戦争が始まって数週間後には多くの人が言うように犯罪者のレッテルを貼られているんだからジェフリー卿はウクライナでの戦争は今や 正しい正当な戦争であり、犯罪的な指導を受けているものだと付け加えた。まあだからあれですよね。もう犯罪者という楽園が押されてしまってるから、もうロシア国民にもしいられなかったらよ。その国に出ていくしかないんですな。えっ、ー、とジェフリー卿はウクライナでの戦争は今や正しい正当な戦争であり、犯罪的な指導を受けているものだと付け加えたと。まあ、だから、これがもし事実だったらね。もうロシアは負けた方が独善だろうとこう考えられます。 ICC の逮捕状は非常に効果が大きかったとこう言いますね。まあ、今後はロシアはプーチンの後継をまあ選ぶ,選ぶ段階に入るのかなとこう思います。まあ、プーチンが中国に亡命したら大笑いですね。まあ、それはないと思うんですけどでも影武者の人たちとかどうするんでしょうかね。みんな一緒に3人か4人ぐらいでズロズロっていくんでしょうかね。それは分からないですけどなんか大変なことになりましたね。まあ、プーチン中国に亡命っって言ったら すごいニュースだと思いますけどまあウクライナからの情報ですからね半分ぐらい割り引いて考えなきゃいけないと思いますけどまあ可能性としてはゼロじゃないとそう思いますね、まあ、早くプーチン体制が崩れないかなと思いますまあまあそう考えながらね今日これでおしましましょう,しょう、まあ、じゃあじゃあ今日えー、っとええー、い方にポチョをぜひお願いしますそしてあのチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクスね本当に助かってますんで、ね、ありがとうございます本当に助かってますんでありがとうございます じゃあ今日はこれで失礼しますねあ